19顔って言われるけど実際は19歳。はい、どうも、今日も元気にバトーレチャンプルです。もう一戦だけ撮ろうかなと思って、気が向いたんで誰使おうかな。はるかでいっか。さっきね、はてなはてなになってたのがすごい謎なんだよね。かける誰こいつってなってたね。灼熱の格闘娘使って寝よっかな。動画アップしながら、動画が7、8本一気に上がるはず。やめて、来ないで。なんか来た。もうちょい頑張ってくれたらな、はるか。よし。格闘娘ってなんだっけ。ADS が解除できないんだけど。どうしようかな、敵固まりすぎじゃない。なんか ダブルバレル、決まらん。さあ、やったよ。みんなね、コンビニって何派なんだろう。これコンビニの話した時に言えばよかったね、冒頭で。みんなコンビニどこ派なんだろう。ファミマ、ローソン、セブン、サンクス、今ないか、サンクスって。デイリーヤマザキとかあるじゃん、サークル、ん、なんだっけ、あとミニストップか、いろいろあるじゃん。おっと、何派かな、みんな。固まりすぎじゃない、だからさっきから。固まりすぎでしょ、だから。いなかった。撃ち落としてやる。お前も撃ち落としてやる。外しちゃったん。そっちか。これはね、早詰めの技で。なんで自分俺ファミリーマート好きなんだけど、なんで自分ファミリーマートが好きかっていうと、ファミチキが美味しいのと、結構ねお菓子の種類が豊富、ファミリーマートセレクションお菓子が好きで。前ねミニクッキーがあったじゃん、ファミリーマートって。あれ今ないよね。あれめちゃくちゃ好きなのに。自分ミニクッキーが一番さコスパ良くて好きなのにさ、なくなっててさ最近。あれ一番好きだったのに、ミニクッキー店頭にないよね今、ミニクッキーなんて。
で、今は自分も いつもチョコパン食べてる。100円で一番コスパ良かったんよ、あのミニクッキー。ね、今となってはなくなってさ、美味しかったのに。撃ち落としてやべ、おっと、右にいる。ん？あっちから来んのかな？あー、死に損ね。皆さんのおすすめは何でしょうか？コンビニのね、弁当でもいいし、そのパンでもいいし、あとそのコンビニのなんとかセレクションってやつでもいいし、なんか好きなコンビニのね食べ物とかあったら教えてください。それではご視聴ありがとうございました。